どうもシャーペンです。今回はモンストロ夏といったいろいろあると思うんですけども、一つはやっぱりアゲインガチではないかと思ってまして、今年も開催されまして、もう大盛り上がりでしたね。まあこれはもうね、盛り上がれないわけがないっていう、まあ、ガチャの形式上いろいろありまして、今回も僕は生放送で引いたんで、大部分はその放送の切り抜きになってるんですけども、最後に簡単にまとめていこうかなと思います。ということで、まずは生放送で引いた瞬間などをご覧ください。どうぞ。いくぞ。ちょっと声でかくなるんで、すいません。で、これちょっと一回ね、これタイトルもないといけないんだ。よっしゃ、来た。頼むぞ。いやー、もうまたこれか。もう本当に最初の10連怖い。よっしゃ、行くぜ。10連は100円。来んなよ。よし、行け。よしよしよし。なるな、なるな。これでもストライクショットで言ったら怖すぎる。もういける。あ、やっべ、やっぱ終わる。やばいぞこれ。あとこれね、あとワンチャンなんですよ。これで確定演出来るかもしれない。あやった。うわ、さすがに許してくれんか。2年はもうそんな。これは OK 押したらとかないかな。うるせえよ。うるせえな。うわ、めっちゃこれチャレンジしたいから、まあレギュラー引いてみるか。くぅ。いや、ここで100年引いてみたい。レギュラー100年が一番面白いんで。いえ、あ、遅かった。やっぱ鈍いじゃいいんじゃないですか。はい、お早い。エンパイア、はい、おお、なにこれ。さっきやってよ。さっきこれだったらすごい嬉しいんだけど。いや、あー、猫。え、あ、タイだ。よかった。とりあえず10連超えてよかった。こうなってもさっきこれやってくれよ。いや、レギュラー怖っ。ずっと怖い、これ。よし。これ100連見したい。あー、ごめんなさい、ビースト。よっ、よし。僕、今のところレギュラーって50とか行ったことない気がするんだよ。誰でも OK。40?50、やっとこれ折り返しかね。やばいな、でも。いや、みんなもう、もう100連引いて嬉しい人が暴れてる。これが夏か。これが夏なのか。あ、いいね。やっと。かっこいいな。お、続いた。セーフティー突破。あぶねえ。まあ、たまに言っときます。今のところ 61%、39%。10連 61% ですね。ちょっと10連多め。全然埋まってねえな。オッケー、逆にこれ続く。あるぞ、100連コース。あるのか、レギュラー100連。とは。もう80じゃん。やばいな。完全、一応、レギュラー最高記録。うい。あ、でもだんだん100連増えてきたな。58、42。いけるのか。あー、どっこかけ。え、なんか強いとか引いてんの、ヒプノス。どうや、離れコグニで救世主だったらしい。あとすや、なんかいいとこ引くな。僕結構好きな通常キャラクター。そう、一番熱いのが。よっしゃ。あれ、あ、次超えたら100連か。やば。次乗り越えたらいけんのか。レギュラー100連いけんのか、マジ。頼む、見たい。100連の景色、レギュラーで。ここまで行ったら、僕も吐き出せ。昔ずっと30連とか40連だったから。よしよしよし。あと8。で、こっから押したくないもん。いけるいけるいける。ここはもう押さない。押しよ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 し。あ、今投票 57-43%。10連が 57% ですね。いけるいけるいける。やめて。あ、ちょっと OK。限定のわけがない。限定のわけがありえず。いけ、もうちょい。あ、まあ、わかんねえ、わかんねえ。まだまだ。もうあと一歩なのに、マジ。わかんねえ。頼む。いいっす、来い。あ、くそ。90かよ、もう。半端だな。だったら100でいいじゃんっていう。レギュラー100円してみよかったな。
で白になってますね。でも違う、しれっとミロク2枚抜きしてますね。これなかなか。あ、ほんと2回引いて、2回あるんだ。名前すごいな。名前無料対数無料対数っていう。あれ、逆回でした。これは、もしや僕と一緒の。あ、はや、早くないか。これやばいな。最速じゃん、言ったら、本当に。本当の最速じゃないですか。ショッパ、確定演出を引いて最初の一連の限定を引く。で、終わり。あ、今あったな。こういう時に気づいちゃうんですよね。動画がみんな10連だ、これ。あ、ノアだ。なあ、おぉ。逆に、なんか伝説っぽいですけどね。ナイチンで終わったかと思いきや、首を落としていくっていうね。え、めっちゃいいじゃん。え、これ、これが良かった。これが良かったな、僕。多分10年終了なんだろうけど。あ、わかりやすい。これ引いちゃって、これだったよと。え？あ、で、あ、これまたやったんだ、俺。で、アナスタシア。おお。画像わかりやす。いや、ということで、去年はしっかりチャレンジコースで100連引けたんですけども、今年は打って変わって、下手くそでしたね。まあ、ただの失敗パターンって感じでしたし、サブアカの方でレギュラー引いたんですけども、100連に行かない90連っていう、ドキドキはしましたけどね。で、しかも確定演出も出せなかったんで、個人的にはちょっと、不甲斐なかったですね。で、今年はそんなにしっかりはやってないんですけども、生放送にて簡単なアンケートを実施しまして、まあ、どのコースを選びましたかとか、その中でチャレンジコースを引いた方は10連、100連どっちでしたかってことを聞いたんですけども、ほぼ去年から変わっていないんではないかなと思います。大多数の人がチャレンジコースを選んでいて、で、そのチャレンジコースを引いた、確か放送のアンケートだと1万5000件ぐらいあったんですけども、まあ、それでも大体5分5分というか、ちょっとまあ10連が 53% ぐらいでしたけども、ほぼやっぱり 50% ではないかなと思われましたね。で、あとこれに加えて皆さんの結果も募集しまして、まあ、なんと2000件以上もね、ツイッターのリプライ、あとも DM にも送っていただきまして、誠にありがとうございます。さすがに全てを見切れてないと思うんですけども、まあ、見た中ですごい印象に残ってるやつで言うと、なんかなぜかストライク多かったんですよね。ストライクだけ出て終わるっていう、これが数人いて、ワンチャン今年新しい進化実装されたら来る可能性はありますけどね。ちなみに2番目に多い気がしたのはアポロ X ですね。この限定キャラ1体だけ出て終了するってパターンは。で、あとこれもかなり厳しめの結果なんですけど、割と衝撃だったこの100連出たけども星5がなんと3体っていう、この中から星5を探すみたいなノートルみたいな感じになってますけども、しかも限定枠もチンギスさんになってるんで、これはちょっとなかなか運を貯めたと思うしかないですね。で、シンプル神引き賞だった方やっぱこの方ですかね。ヤクモルナ同時で無料でもらえるってのもデカすぎますし、まあ、個人的な話ではあるんですけども、未勝利の限定で狙っていて構えるも引いてていいなっていう。で、通常キャラクターの方も出が悪くないどころか、東海道中膝クリケとか強めのところも引いてるんで、これはすごい羨ましい引きですね。で、あと番外編として、この終了の文字がめちゃくちゃちっちゃい選手権優勝ですね。これ終了こんなちっちゃく出るんだっていう、見てる時にこれ目入ってきて、なんか笑っちゃいましたね。なんか今回もちろんある程度の神引きは多かったんですけれども、それよりもなんか衝撃的なね、残酷な画像が多かった気がしましたね。ということで、前の動画でアゲインガチャはモンストの中でも最強ガチャと言ったんですけども、まあ、実際その盛り上がる点で言ったら依然最強ではないかなと思ってるんですけど、ただいいキャラを引けるかどうかに関してはちょっとアゲインガチャ以外が優秀な可能性も出てきたんで、今回まだ重大恩返し、まあ、人気投票ガチャ10周年オーブ、アゲインガチャどれも結果が振るっていない、走りの棒にもかかってない方いると思いますけども、まだありますからね。まあ、あと7つあるんで、もうどれかで勝ちゃいいんですよ。結果がよろしくなかった方は、まあ、これからの重大恩返しに期待していいんじゃないかなと思います。今月もう一回ありますからね。何が来るんでしょうかということで。よかったらコメントとか皆さんの、まあ、改めて今回のアゲインガチャの感想とかお待ちしております。あと常にチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつなげますんでよろしくお願いします。今後もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。サゲイン。